ワールドエンジンはダイムラークライスラー、三菱自動車工業、現代自動車の3社が共同開発した直列4気筒エンジンである1.8、2.0、2.24リットルの3種類のバリエーションを持つ。軽量化に貢献するアルミシリンダーブロック、アルミシリンダーヘッドを採用しているのが特徴であり、付加的なデバイスやアプリケーションについては3社が それぞれのニーズに合わせて、独自開発可能な設計とされている。2002年、上機3社の均等出資により、4機等エンジンの設計、開発、エンジニアリングのための合弁会社グローバル、エンジンアライアンス LLC が設立された。基本設計を共有し、3社による大規模生産でのスケールメリットによりコスト削減を行う。製造においても、 鋳造や加工での共通のプロセスが開発された。現代が2004年に火山工場にて生産を開始、韓国で NF ソナタに初採用された。三菱では2005年に生産を開始した。ゲマはアメリカにおけるワールドエンジンの生産を行う蒸気3社による合弁会社。ミシガン集団でに生産工場が建設され、2005年10月より生産を開始した。 ゲマではエンジンの主要な 3C の機械加工とエンジン組み立てのみを行っている。ノースプラントとサウスプラントの2工場からなり、創業開始時点でそれぞれ年間42万台の生産能力を持っていた。2009年、クライスラが三菱、現代よりゲマの持ち分を買い取り、合弁事業は解消された。2012年、ゲマは名称を クライスラーダンディ工場に変更した。3社により、世界7カ所にワールドエンジンの生産拠点が設けられた。2008年当時で、年間生産能力は220万台となった。2点4リットルシータエンジン現代自動車グループは、本機自社でシータエンジンと命名、積極的にソナタなど、ヒュンダイ、キア各社に搭載している。二千五年には、中国国内で生産する、 自社モデルに搭載するためのエンジン製造工場を建設した。一部韓国メディアにて、本機の DC 及び三菱への供給が報じられたが、誤報である2008年7月現在、現代自動車のシータエンジンを上記2社が採用した事実は存在しない。なお、NF ソナタのマイナーチェンジの際、本機も改良されシータ2となった。従来型より若干高出力。 高回転型に改良された。現行型については2019年9月現在2005年に発売されたアウトランダーに4バイト12型2.4リットルエンジンを搭載した。このエンジンはワールドエンジンの成果とされている一方、三菱自動車の設計者はシータエンジンとは別物と強調している。他に4バイト10、4バイト11もある。2005年に発売された。 ダッチキャリバーへの2.4リットルエンジンの搭載を、はじめ、クライスラーセブリングやジープパトリオット、ジープコンパスなどに搭載される。メルセデスベンツ等のブランドでは採用されていない。2007年にダイムラークライスラーからクライスラー部門が切り離されたため、それ以降はクライスラーが製造する車種に搭載されている。 http コロンスラッシュスラッシュ www.mitsupishi-motors.com スラッシュ jp スラッシュコーポレートスラッシュ presssrelese スラッシュコーポレートスラッシュ d e t n i l 一五1 5 6 h t m l か h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 3 2 9 0 8 1 2 0 9 h t t p w w w h y u n t a i n e w s c o m d o w n l o a d m e d i a d o c u m e n t f i l e 3 6 9 6 2 1 s p i x a b http w w w s i n g o p r i z e o r g f i l e s レ e c i p ツ e n バ s s i l v e r s 0 8 g l o b a l e n d i n ン n d p d f h a t h t t p w w w a s a h i c o m b u s i n e s s n e w s r o i t e r r t r 2 0 0 9 0 9 1 1 0 0 3 c h t m l 現代したエンジンとの違いを強調する三菱側のコメント 点頭を載せた記事、ありがとうございます。